どうも、よっさんです。沖縄といえばやっぱ美ら海水族館ですが、なんかこれ最近ね、こんなほら DMM かりゆし水族館っていうのができたみたいなんで、あえてこっちに行ってみたいと思います。なんかこの水族館はジャングルみたいな雰囲気がしますね。水族館なのにこれトカゲ、トカカエルとかがいますね。すごい生きてる。すげえ、これワニがありますね。顔がしてる。これはすごい。ガラスの上歩いてる。めっちゃ怖い。はい、お疲れ様。はい、行ってきました。中にはね、もっと動物と触れ合えるエリアがあったり、神秘的なゾーンがあったり、いろんなものが見れるので、ぜひ行ってみてください。バイ。